有山光の灯火明らかに心磨く火事の道こぎつね
素晴らしい、もう本当にもう世にもね言い伝えられたその名刀を打ったっていうような、おのおのこれなんですよね、あの滋賀のね、ね、まあ、素晴らしいね、ものなんですけど、で昔の刀鍛冶っていうのは、まあ、ものすごくやっぱりそのなんていうの、砂鉄でね、今でも砂鉄で刀を作る方っていうのはなんか何名かいるらしいんですけど、まあ、ものすごくやったんですよ、祈りながらやるんでしょ、並ばっていうか ね、砂鉄の作ること自体は珍しいですよね、うん、で、その稲荷山っていうのはこれちょうどあれですよ、京都のね、稲荷山ってあるんですか、あそこなんだよね、京都の駅から見えるんです、こういう小高い山があって、あそこのことを言うんだよね、なかなかいい形の山なんだよね、都のね、うん、本当にこう、古い曲ですよ、これがね、作詞家とか作曲家はもう分かんないんですよ、これ、昔って古くて、おのおの世界なんで、もうものすごい古いですよ、これ2000年近いんじゃないの、これ出たって、まあ、そこまでいかないけど1000年ぐらいだった、1000年ぐらいだったんですね、で、そのおのおののものから長唄が打ち直して作ったんですね、そうですね、歌の部分はもうほとんどもう、そうですね、生歌化したね、動けたね、タタラね、うん、まあ、いわゆるタタラ族って千と千尋だっけ、千と千尋だっけ、物の夢に出てくるんですか、ね、タタラ、タタラ族、あれはいわゆる鳥取にいたんですね、うん、砂鉄を加工して鉄砲の弾を作ったり、うん、銃を作ったり、刀を作ったりっていうかね、たたら族とかね、まあ、いろんな説なんでね、ヒッタイト族とかね、もともとヒッタイト族から日本に来て、うん、日本に何で来たかっていうと、日本はね、砂鉄の宝庫なんですよ、うん、鳥取とかね、あこの江ノ島とかね、湘南のあたりの浜は全部は砂鉄ですね、はい、うん、砂鉄の宝庫で、その砂鉄を取りに来てたっていう、ヒッタイト、船で、ここまでね、遠いところすごくあったらしいですよ、砂浜で、砂
鉄が取れるいただき時期で、いろんなところで取れます、うん、だからそれで一帯とが、砂鉄を取りに来て刀の製法を日本人に伝えて、日本人が一帯ととこから学んだっていう説があるんですよ。そう、タイクルね、タイクルね、キングミルですね、うん、だからそれがどのぐらい前かって、まあだから2000年前とかもっと縄文の時代じゃないのか、いや、古いんじゃないですかね、ね、出雲のね、うん、あの方にあのタタラバの夢なの一個残っててね、うん、時々あの昔まで使ってたんですけど、本当に特殊な技術なんですよね、あれ。そうそう、おそらく日本人が考えたんじゃないだろうなっていう、でしょ、場所なんですよね、で、うん、面白いですね。日本に残されてるいろんなあの製法技術っていうのは、あのいろんな大陸から入ってきたのが多いんだよね。で、日本人独自に発達させてったっていうふうに考えてもいいかもしれないよね。だからあの山梨なんか行くと、黒曜石が取れるらしいんじゃないですか。山梨は長野、黒曜石、矢尻に使ってた、はいはい、なんか式根島とかね、うん、伊豆の方ね、伊豆の方ね、うん、昔のだからまだその鉄がない時代だよね、武器だよ ね、 武器だよね、あの縄文の頃の矢尻は殺傷能力がなかったんだね、うん、柔らかいね、あの人を殺すまでの武器じゃなくて、要するに獣を取るウサギとかそのぐらいまでのレベルだったんだよね。そもそも縄文時代には戦争がなかったんですよね。人間同士も争うことはなかったんですよ。縄文時代に発掘された遺骨って絶対傷がついてないんですよ、頭の胴体。だから弥生時代からですね、だよね、弥生の頃だよね、だからそうするような中国からやっぱりいろんな武器が入ってきた時代ぐらいでね、だから旗族とかあるので、まあ、旗族もそうですし、ね、その要するに稲作の伝来によってその生産性が高まったことで、その財産とかね、所有権を巡って戦うようになったんじゃないかって言われてますよね。不思議なね。